よし、やるか。ロレスローザの国民たち、および客人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。この命を取れれば当然そこでゲームセットだが、もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、プリ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 。でんでん虫か、誰からだ。ゾロ、今どこ。ロビンか、王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。あれ、兵隊どこ行った。戦士リベッカ、無事だったか。さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ、あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。やっぱり。よかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。うん、分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。行かれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国よく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。鳥かごはゆっくりと収縮を続けて、中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いに蹴りをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。ほっ、なんだありゃ。ファミリー
に盾つく者たちは俺が相手になろう。ギガントジェットシェル。ぶっ壊せだろうが。石像め、いまいましい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。遠くの敵は任せてくんろ。全身全霊でルフィ先輩をお助けするべ。いくぞ。俺たちはこのまままっすぐだ。今の俺は超スーパー。こんなことには止められねえよ。ルフィの元へは行かせねえ。くそ、邪魔だろ。これを止めねえと王宮へはいけねえぞ。俺が相手だ。そっくらの野郎、そのどでけえ生体切り刻んでやるよ。よし、あの糸を食い止めんぞ。ロケット本当は必ずこの中にいるはずだ。攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。ロケット、なんぼの人間様じゃい。追いかごを押せ。ロケット、エレファントダンディ、ギガントトーレット。許さん、ドンキホーテファミリー、様らまとめて拙者が切り捨ててくれる。ルフィ先輩のお役に立てるなら死して本望だべ。奴の体勢を崩す。ロケット！
反逆者ども、貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。世界一の大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一気に潰してやる。ロロノアンズアラ。九千百花一世界。戦に集まって挑戦世界。三条無戦で切れぬものなし。三刀流奥義。一大三戦大戦世界。本体は必ず一個体に分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば斬られやしねえ。てめえの覇気は俺の覇気を上回ってたらな。九千八回消えぬものなし三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。どうしよう。
私たちの船長には命を懸ける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。ルフィ、俺はあの糸を止めに行く。時間を稼げるかもしれねえ。先輩の邪魔はさせねえ。お前は残らず、これもバリアの餌食になんだ。無言の。そう簡単に俺のバリアは割らせねえ。あの糸を食い止めに向かうべ。テロルフィ、前に危害を加える者は俺が倒す。たかだか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。いや、兄としてルフィへの手出しはこの俺が許さない。マイリア賞、1が出るか町が出るか。ロケット、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 エースのみ。誰にも渡さねえよ。あいつの形見だからな。大将がそんな考えとは、彼のことただじゃ済まないんじゃないか。一が出るか八が出るか、カッシュはこの首一つかける覚悟でさ。バカな人たちってな、ほっとけねえもんですね。ロケット、ロケット、ロケット、様子が変。バラバラに切り裂いてやるぞ、イコロビン。
微力でござんすが、ちょいとお力添え。のろしで。君たちを切るところだった。あの糸を止めればいいんだろう。撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットも。銃で死んだ。家族を二人も奪われてたまるか！お父様。すまなかった、レベッカ。未来のないおもちゃだった私には、戦いを教えることしかできなかった。母親に似て、心の優しい君なのに。だが、今日で最後だ。もう、戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときゃ一瞬で殺してやる。半月トゥルエロアスター。弱すぎだ。よかったな、レベッカ。父ちゃんに会えて。ドフラミンゴは任せていいか。もちろんだ。ロケットよっ、オーク・ガトリング、ウィンプ。一応聞いておこうか、ここに何をしに来た。ロケット、前をぶっ飛ばしにだ。
失望したよ。おい、お前が相手しろ。ロケット、ロケット、ロケット。麦わらや、そいつは操られて止めたかった。意識を失うまでぶっ飛ばせ。できるわけねえ。無駄だ。ヘッドミサイル。人形の方か、本体はどこだ。その程度の攻撃で俺の首を取れる気でいるのか。遅かれ早かれ、街も人もお前の仲間たちもお前も全てだ。ピンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。それができねえって話をしたつもりだったね。ゴムゴムのグリズリーマグナム。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。キングコング。お前の全力に俺も応えよう。キングコング。もう二度とあんな思いはしたくないからな。
かはよく使いこなしているようだが、あと何秒持つんだ。オーバーヒート。悪魔の実の能力にはまだ覚醒という上のステージがある。能力は稀に覚醒し、己以外にも影響を与え始める。化け物が糸になった。パラミシアじゃねえみたいだ。アスリート、俺を怒らせた。エンジンホグ、ここはよっとカルバリン。浮かんでお前は手の中に閉じ込めて、どいつもこいつも操ろうとするから、カルバリンでは息が詰まりそうだ。血を恨め、お前たちは操られるだけのゴミとして生まれたんだ。お前ら人間と俺とは違う。カルバリン、ダブルカルバリン、マゴムの王、リンパよっと、カルバリン、えらい、カルバリン、ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため、町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな、一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エース、ルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって
俺たちは兄弟の杯を酌み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？いや、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。シッシッシッ